琴川大橋は、山口県宇部市藤曲と、同市妻崎外作の間の琴川に架かる国道1 9十号の道路橋の名称、及びこの橋梁を含む区間のバイパス道路。バイパス道路の区間は、地元では、琴川バイパスあるいは藤曲バイパスと呼ばれることも、ある。1935年に竣工した、旧琴川大橋は老朽化が著しく福音の狭い。 に車線道路であったために、増加する交通量に対応できず、慢性的な渋滞が発生していた。また、宇部市藤曲地区の旧国道190号の沿線は市街化が進展し、現道の拡幅には多大な費用を要することが予想された。この解消策として、藤曲地区の市街地の南部を迂回するバイパス建設、及び琴川大橋の架け替え、 東割交差点の立体交差化が行われた。1966年に現在の琴都川大橋のうち、下り方面の部分とバイパス部分が開通。琴都川大橋は、新旧それぞれ2車線の一方通行道路となった。バイパス部分は、中央分離帯のない4車線道路であり、将来は6車線への拡幅が可能な構造となって、いたが、上り線の外側の用地は、 現在歩道に転用されている。その後厚東川大橋新橋の拡幅と急遽の撤去工事が行われ、古東川大橋部分は片側三車線に拡幅された。ありがとうございます。